ちびまる子ちゃん DS が始まるよ。ちびまる子ちゃん DS、 まるちゃんの町。はい、ちびまる子ちゃん DS やっていきたいと思います。本日が最終回かな。そうだね、ちょっと最終回はね、ちゃんと戸川先生に認識していただきたい。はい、いい感じですね。はい、よし、やっていきましょう。じゃあ早いものでね、もうあと2枚ですよ。じゃあまず99からいこうかな。はい、マルコの一日始まるよ。始まるよ。あれ、お母さん、お父さんは？あら、どうしたの？なんだか今日お仕事がお休みだからって、朝から釣りの道具を見に店に行っちゃったわよ。え、お父さん今日休みなの？え、そうらしいわよ。いいな、私も学校休んで遊びたいよ。バカなこと言ってるんじゃありません。だったら学校終わってからどっかに連れてってよ。なんで連れて行かなきゃいけないのよ。まる子だって頑張って学校に行ってるじゃん。そんなの当たり前でしょ。ねえ、いいでしょ。このうるさいわね。私はあんたと違ってうちのことで忙しいの。学校から帰ってきたらお父さんにお願いしてみなさい。お母さんのケチケチで結構ひどいね。俺はお父さんとどっかに行くまで気が収まらないね。まあでもね、わかる。なんか大人が休みだとさ、なおさこっちはさ、なんか休みたくなるよね。山根いる。ちょっとごめん、スルーするね。後半へ続く。よし、急いで帰りましょう。今日何時から何時までなんだろう。あら、マルコ。帰りなさい。お父さんまだいる？いるわよ。お父さん。いいね、この部屋ね。お父さん、どっか連れてってよ。俺は時間があるときは釣りに決まってるんだよ。川に行きたきゃ一緒に来いよ。それが嫌ならうちにいろ。川か。そう、川だ。ひたすらお父さんの釣りの様子を見てるだけか。当たり前だ。釣りの邪魔なんかしたらさすがにいくらのんきなこの俺でも怒るぞ。怒らないでよ、そんなことで。川の流れの緩いところに小さい魚がいたりすれば面白いんだけどな。お前が面白くなくても面白くてもそんなことはどうでもいいんだ。とにかく俺は釣りに行く。せっかく今日は新しいこの釣り竿を買ったことだしな。あら、新しいの買ったの？いいの？そりゃもうたまらないんでしょ。たまちゃんのお父さんのカメラよりお金がかからない趣味で助かったもんかもね。そうだね。そうだぞ。いい趣味を持ったこの俺にみんな感謝しろよ。感謝するようなことでもないでしょ。そうだよ。先のじいさんみたいにみんなの役に立ってるわけでもないしね。お父さんの釣りのついでに川をきれいにしてくれいいのに。確かに。そしたら感謝してもいいけどね。何やってんだ。一緒に来るのか来ないのかどうするんだ。俺はもう友川に行くぞ。なんか意外と近いとこで釣りするね。やったね。なんか巴川で釣りしてたら川田さん切れそうじゃない？ほりゃイメージだけど。やったね。あとほら、もっといい川行かないと食べれる魚いなくない？よし、巴川ね。あ、超飛んでる。はい、まだいる。あ、結構いるね。待って、早くない？待って、今のやつ信じられないんだけど。やったね。戻ってきてない？ピンクってそんなあれなの？レアなのね、ヒロシ。来たのか、マルコ。ここで釣りをするの？さすがにここじゃ釣れねえや。もうちょっと上流に行くぞ。あ、よかった。そうだよね。やっぱりなんだかんだ言ってもこうして来てみると川もいいね。だろ？魚がうようよと泳いでいるかと思うとワクワクするぜ。いっぱい釣れるといいね。この新しい釣り竿でな。よし、この辺にしよう。準備できた？
マジだ、さあやるぞ。釣れなさそう。お父さん、一匹も釣れてないじゃん。その釣り竿ダメなんじゃないの？バカ野郎、釣り竿のせいじゃねえや。お父さんの腕が悪いんだ。バカ、俺の腕のせいでもないぞ。じゃあ何よ、じゃあ何が悪いの？運が悪いんだよ。あ、そう。やだね。だったらまだ釣り竿のせいにした方がいいよね。お父さん、浮きが沈んだよ。来たな。かなり大物が取れるんじゃないの？いや違う、これは針が何かに引っかかったんだ。あ、そう。なんだよ、なかなか取れねえな、この野郎。折れちゃったね。あ、折れたな。父さん、あのさ、竿が折れたらまだ釣りでできるもんなの？いや、竿が折れたらもう釣りができねえな。そっか。じゃあ今日もうおしまいだね。おしまいだな。金魚すくいのポエが破けた時と同じだね。まあな、金魚すくいよりショックでかいけどな、うん、それはそうだろうね。そうだと思う、ね、お父さん、今の場合もさ、竿が悪いんでもなけりゃお父さんの腕が悪いんでもないよね。そうとも、運が悪いのさ。まったくだね。つらちょっとピンクのさ、いないわ。正直竿が折れたことよりもね、ピンクの蝶を取れなかったことが私は悔しい。さてと、はい、どうする？あら、どうしたの？もう帰ってきたの？うん、やけに早かったわね、うん、お父さんの釣り竿が折れちゃったんだ。まあ竿が折れちゃったんなら仕方ないわね。そうだね、釣りのことばっかり考えてるから少しは頭を冷やせってことじゃないの？そうかもね。毎週毎週釣りだ釣りだって言って朝っぱらからいなくなっちゃうなんて、少しは家族サービスのことも考える方が、考えた方がいいってことだね。何やってんだ、好き勝手なことばっかり言いやがって。お前らな、家族サービスがどうのこうのって言ったって俺にサービスしてくれたこともないくせに。いやね、自分たちのサービスのことばっかり言うんじゃねえ。ふん、お父さんがサービスしてくれりゃこっちもお父さんへのサービスを考える。さすがだね、さき子はクールだね。まずそっちからしてくれなきゃ。そうそう、釣り竿が折れたんだから、この際これを機会に少し、すっぱり釣りの趣味を捨てて毎週日曜は家族サービスに徹底するようにするべきだね。バカ野郎、どうせ俺のことなんか誰も分かっちゃくれねえんだ。買ったばかりの釣り竿が折れ、家族にも理解されない悲しい男ヒロシであった。俺は天涯孤独なのさ。つらっ。いやでも家族サービスはね、多少するべきよ、やっぱり。あれ？なんだかんだと言ってもね。あれ？あれ？やったね。はい。もう4時半だ、早いね。じゃとりあえず庭行っとこうか。お、なんか来てる。まあ、普通なサイズってことね。え、あったかな。死んだ、蜜ない。これかけとくわ。これに寄ってこない？なんか虫ダメ？無理？まあ無理よな。餌はね、買ってあるんだけどね。はーい、よし、じゃあお水あげます。よし、なんかお水あげたけどさ、なんか次回で魚さかった、噛んじゃった。魚なかったらさ、もう終わりだよね。よし、じゃあラスト散歩かな。ゴーゴー。ゴーゴー。こんにちは。あら、母さんごめんなさい、もう育てる余裕がないわっていう。ありがとう。ほら、ごめんね川田さん。マルコや、はい、偉いぞ、やっと、うん、さすこれで前田さん完成じゃない？ほら、どうじゃ、幸せになったかの。はい、
よし、最後だからさ、ポイントを全部使ってさ、あれしようかなと思うけど、それまた別のタイミングでかな。さあラストですよ。もう甘やかしていいじゃないっていうね、友蔵がマルコをね。素敵なことを甘やかすって、うん。お父さん、おじいちゃんのことなんだけど、じいさんが何かしたか？別に悪いんじゃないんだけど、ちょっとマルコ甘やかしすぎだと思うの。いつものことじゃねえか。最近ちょっと同行して甘いのよ。特にこのトランシーバーなんて1万円もしたらしいの。1万円、そんなもんまでポンと買ってやったのかよ、あのじいさんは。ね、ちょっとおじいちゃんに注意した方がいいんじゃないかしら。そうだな、じゃあそうしよう。いいじゃない。なんか妖怪？ちょっとじいさんの話があってさ。どうしたんじゃ？わしに？何の話かも。実はマルコのことなんですけど。え？マルコの？マルコがどうかしたのかい？じいさん、ちょっとマルコ甘やかしすぎじゃねえのか？なんでよ、マルコの言いなりになって。あいつのこのままじゃろくな人間にならないぞ。マルコがろくな人間にならないって、わしのせいで？マルコ、おじいちゃんに頼めば何でも自分の思い通りになるって勘違いしてるところがあると思うのよ。そうかもしれんの。おじいちゃん、ここは一つマルコのためを思って少し厳しくしてほしいの。厳しく。長い目で見ればマルコが、それが結局マルコのためになるんだ。じいさんはマルコが本当に可愛いと思うんだったら、辛くても厳しくしてくれよ。そんなマルコや、わしがマルコを可愛がるとマルコはダメな大人になってしまうというのか。いいじゃない、甘やかしたって。あんな可愛いマルコに対して厳しくなんてできん。できないよね。おお、すごい。あ、まるちゃん。私ね、この前おじいちゃんにいっぱいおもちゃ買ってもらったんだ。ね、まるちゃん。いいな。ねえねえ。何を買ってもらったの？お風呂セットとケーキ屋さんセットとね、あのトランシーバーも買ってもらったんだよ。トランシーバーも？あれすごい高いのにね。冬田さんもおじいちゃんと一緒に来てたけど、トランシーバー買ってもらえなかったんだよ。やっぱりまるちゃんのおじいちゃんすごいね。うわ、出た。そう、最後の話も出てくるのね。何よ、トランシーバーぐらい。私だって今度買ってもらうんだから。冬田さん、まるちゃんにライバル意識燃やしてるね。いくら冬田さんがライバル意識を燃やしても無駄でね。うちのおじいちゃんは無敵だもん。まあね、悪いけど、冬田さんのおじいちゃんと、まあ、友蔵だったら友蔵の圧勝だよね。教室に帰った後、通学路からおじいちゃんとトランシーバーでおしゃべりするんだ。楽しそうだね。素敵。ハマジいたのに全然無視しちゃった。ごめんなさい。許してハマジ。丸尾くん、バイバイ。え、待って、うちに帰るんじゃなかった？あ、先に通学路いきなり行くのね。オッケーオッケー。よし、この辺りでいいかな。トランシーバーで呼んでみよう。ただいま。あら、帰りなさい。そうじゃ。マルコは散歩だって言って外に出て行きましたよ。そうかい。おじいちゃん、これマルコが置いていったんですけど、昨日買ってやったトランシーバーじゃないか。もう片方マルコが持ってるんじゃろ。それでおじいちゃんが戻ってきたら渡してくれって言われてるんだけど。そうかい。じゃあ早速マルコに帰ってきたよって伝えてみよう。おじいちゃん、ごめんなさい、これはまだ渡せないわ。え、なんで？あの子、おじいちゃんにトランシーバーで連絡が取れたらお菓子を狙うつもりでいるの。これ以上甘やかしたらあの子のためにならないから。いいじゃね、お菓子ぐらい。お家に帰ってきたでしょうか。どうぞ。もしもし。うちにいるのなら音をしてください。どうぞ。あれ、まだいないようですね。了解です。また少しでは連絡します。以上。マルコや、すまわしはいるのに。おじいちゃん、少しはマルコにも厳しくした方が結局マルコのためなんです。はあ、分かっとるけど。おじいちゃん、まだ帰ってないのか。じゃあ次は空き地まで行ってみよう。空き地ね。
ね、切ないね、なんかね。空き地。もしもし、こちらマルコです。もしもし、おじいちゃんいたら応答してください。マルコ、じいちゃんはもう戸口に帰っとるぞ。早く帰ってこい。応答せよ。こちらマルコ、こちらマルコですよ。まだタバコ屋さんから帰ってないのですか。おー、悲しい。つまらないです。おじいちゃんがいないとつまらないです。お母さん、お母さんいますか。お通してください。あら、どうしたの。はい、お母さんです。お母さんいましたね。いるわよ。おじいちゃんはまだですか。どうぞ。はい、まだ帰ってきてませんよ。帰ってきたら友江川のとこで待ってると伝えてください。どうぞ。マルコは友江川の土手にいるんじゃな。そう言ってたけど、おじいちゃん行かなくていいからね。いいじゃないっても。かわいい、今のやだって言い方。マルコが待ってるのに行かないなんてわしゃできんよ。おじいちゃん、マルコはその手すぐに帰ってくるから、そんな言いなりになっちゃダメよ。マルコすまん、早く帰ってきてくれ。そっか、まだ帰ってきてないんだ。よし、とにかく友江川まで行こう。え、つらい。でもやだの言い方ほんと可愛かった。心が安らぐよ。いいね、友蔵ね、やっぱね。まさかのさ、ふうたさんいるんだけど、どうした？大丈夫？あれ？さくらさん、ふうたさん、私も今日はトランシーバー買ってもらったのよ。あら、やっぱお金あるね。私のおじいちゃんは約束したら必ず守ってくれるんだから。じゃあね。まるこのおじいちゃんはどうしたんだろう。トランシーバー通じないし、待ち合わせ場所には来てくれないし、なんか寂しいな。そういえばね、まだじいさんのこと待っているのかね。いやいやに帰ってくりゃいいのに。よし、わしゃ行く。もう誰も止めんでくれ。おじいちゃん、しょうがないの。マルコ、ごめんよ、いすまん、今行くぞ。まだ電波が届かんところにいるのか。よし、また走るぞ。素敵。てかこのね、私 BGM が本当にダメなのよ。泣いちゃうのよね。おじいちゃんはきっと来てくれると思っていたのに。ふうたさんめ、私のおじいちゃんだって約束を持ってくれるもん。すぐきっとここに来てくれるもん。まだ来てくれないのはタバコ屋さんでが混んでたかなんかで遅れてるだけだもんね。はい、こちらマルコです。マルコや。こちらおじいちゃんです。ずっと待ってて、今どこにいるの。マルコのすぐ後ろに。素敵。マルコ泣きながら抱き合うマルコと友蔵。それを見て何事かと驚く通行人の人々。こうして二人は驚く通行人たちの前で半日ぶりの再会を果たすのだった。いい、やったね。素晴らしい話だったと思う。やっぱね、祖父祖母っていうのはね、孫を甘やかすもんなのよ。私も甘やかされて育ったからさ、なんかそういうもんよねって。すごいじゃん、土壌の成長スピード。なんか咲いてる。まあ今回お水はいいかな。今回がだってラストだからね。じゃあ散歩かな。こんにちは。川田さん率やばくない？そんなに魚育てなきゃダメ？ありがとう。しかも同じデジャブ。あ、ラストにこれ見れて嬉しいな。その夜、わしはマルコの言いなりでいいんじゃ。そう決めたぞ。おじいちゃんは永久にマルコの味方だもんね。やっぱりダメだね。前よりひどくなりそうだな。おじいちゃんとマルコはこのトランシーバーでいつでもつながっているんだから。そうじ
ゃそうじゃ。このトランシーバーわしとマルコのホットラインじゃ。何がホットラインだか。呆れるの。俺はもう寝るぞ。あら、いや、いい使い方してる。でもねえ、タイマーはたいて買ってやったトランシーバーで夜中のトイレに付き合わされている友蔵。しかしこんなことではまだまだ懲りない友蔵なのである。ゆけゆけ友蔵、マルコと共にまっしぐらに走り抜け。あ、この感じすごいキントン山道ナレーションっぽい。えらいぞ。あ、揃ったよ。おお、ちょっと感動じゃない？いや、このイラストいいな。最後だからね、絶対当てるよ。え、ちょっと待って、ストップボタン押すの忘れた。今こう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 、あっ、何だ、タマちゃんだもん。いいいいよ。うん、どうじゃ、幸せになったかの。そうだよね。みんなの力で大成功。やった、ついに100枚貯まったよ。もうそんなに集まったのかい。マルコはすごいの。これもおじいちゃんが協力してくれたおかげだよ。マルコね、この切手をボランティアのために使おうと思ってるんだ。なんじゃね、マルコ、そのボランティアというのは、古切手をお金に変えて困ってる人の役に立たせるんだよ。えらい、えらいぞマルコ。私はマルコの優しさに感動したぞ。私この切手を先生に渡してこうと思うんだ。みんなにもそのこと言っておかないとね。素敵。先生、さくらさん。おや、皆さんどうしましたか。みんなで集めたんだ。これは古切手ですね。ずいぶんたくさんありますね。私たちで集めたんですけど、ボランティアに使ってもらえますか。よく頑張りましたね。皆さん素晴らしい心掛けですね。わかりました、先生が送っておきましょう。先生ありがとうございます。さくらさん、よかったわね。みんなのおかげだよ。ところで先生、集めた切手っていくらくらいになるの。まるちゃん、この切手の量だとそうですね1000円ぐらいになっちゃったりして。こういうの趣味で集めてる人が買ってくれるらしいから、安い切手も高く売れるかも。100円よりは少ないでしょうね。100円、皆さんは100円というと安く感じるかもしれませんが、100円よりも安いお金でも別の国では1000円とか変わらないこともあるんです。でも1000円じゃたくさんの人の役には立たないよね。さくらさん、そんなことはありませんよ。皆さんのそういった小さな気持ちが集まって大きな力になると先生は思っています。素敵。素晴らしいです。皆さんとても素晴らしいことをしましたね。ぜひこれからも続けていってください。私頑張ってきっと集めてよかったよ。まるちゃん、よかったね。ね、まるちゃん、いろいろあったけどみんな頑張ったもんね。またみんなでボランティアやりましょう。そうしましょう。そうだ、今度は他の人も誘ってもっと集めたらどうかな。じゃあ早速今日のおかご作戦会議だね。頑張るぞ。素敵、かわいい。ああ、フロール的なあれですね。いや、もうほんとタラコさんはね、素晴らしい。あ、てかすごい、ひらがなで書いてくれてるんだね、キャストのあれ。優しい。なんかほらね、いや、キャスト多いよね。結構キャラ出てるもんね。杉山くんのね、声優さんがね、私同じなのよね、出身地が。どうでもいい情報なんだけど。
あれ、右屋さんでも出た？あ、出た出た。もうね、大好き右屋さんの人。ゲーセンとか行ったら絶対声聞くよね。太鼓の達人のドンちゃんの声をやってるから。すごい、めっちゃ多い。あ、これもあれだよね。ちゃんと、金役というか、同じ役違うな。他のメイン役があってのサブ役もやってる人のも全部今乗ってたもんね。すごい。中学生ぐらいの時に桜プロダクションに入りたくて、どうしたらいいんだろうって。すごい悩んだ時期があった。いやー、ほんとね。なんか、このゲーム、やろうと思ってから、あらあらあら。あらあらあら。何年経ったんだろうね。なんか途中本当に間が空いちゃったから。あれなんだけど、最後までやれてよかったなと。うん。なんか踊るポップコリン入ってんのすごいよね。今一瞬歌おうかなと思ったけどねえ、ちょっと、あ、すごい、ちゃんとピーヒャラピーヒャラ言ってる。え、すごい、バンナムすごいよ。そうなんだよね、このゲームってバンナムなんだよね。それもちょっとびっくりする。なんかちびまる子ちゃんのゲームってさ、もっと出してほしいよね。なんか昔はいっぱい出てるけどさ、この DS のやつ以降は何も出てないから。一回ね、アプリがあったけど、もう終わっちゃったしね。めっちゃスイッチかなんかで出してほしいけどね。ね、ちゃんとピーヒャラ言ってんのいいなぁ。これ YouTube 的に大丈夫なのかな。なんかいつもオープニングでさ、これかかってる時は、の分は別に何も著作権的なあれ引っかからないんだけど、ここまで長々流れてるとアウトかな。アウトっぽいよね。まあいいよね。いいよ、最終回だもん。何がいいのかわかんないけどね。よくないけどね、本当はね。なんかこういう本当ね、国民的アニメというか、のゲームはね、マストでやっていきたいのよね。で、ちょっと前ムーミンやってて、おしまいってもう、終わらないでほしい。キティ100枚達成おめでとう。でもこのゲームまだまだ遊べることがたくさんあるよ。例えば集めた記録でツッコミとアイテムと知恵袋と豆知識。これらを全て集めると何かいいことがあるかも。それは難しい。衝撃的な事実である。ほんと衝撃的事実。それは難しすぎんだって。ツッコミ集めるのはむずくないか。集めた記録ちょっと見ようか、一回。見たいものを選んでね。ほら、全然よ。ボタンを連打してみよう。あれ？ダメじゃない？え？ダメじゃない？ボタンか。タッチペンだと思った。でもタッチのしすぎであるもあるよ。ここじゃならないってことかな。じゃあここでやってみるね。どう？キートン？タッチのしすぎである。やったなるほどね。こういうことね。だいぶよ。2ページ目1個しかない。やば。そうだね。まあ、この辺はちょっとまあ、個人的にやっていこうかな。なかなか難しい範囲だからね。ということでですね、ちびまる子ちゃん DS、まるちゃんの街、今回でね、最終回ということで、ここまで見てくださった方
方々ありがとうございます。最終回だけ見てくださった方もありがとうございます。またね、何かこういう、マルコはな、ちょっとあとゲームが、ね、昔のしかないから、なかなか私の動画撮る環境だとやれないかなと思うんで、何か別のものをやれたらなと、国民的なね、キャラクターのゲームをね、やれたらなと思っているので、また何かしらで、ね、なんか見ていただけたら、嬉しいなと思います。はい。じゃあ今回これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。